はい、どうも、シャチクです。本日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。で、まあやっていきたいわけなんですけど、今さっきちょうどね、離島ガチャ生放送終わったところなんですよ。で、離島ガチャ生放送でいろいろ話していたんですが、その中でやっぱりそのね、8月の無料アップデート第2弾、まあそこについて話題になりまして、で、そこでね、まあその加工作品から復活してほしい機能であったりとか、新しく追加してほしい機能とか、まあそういったことについて話題になったんですよ。まあ大体2000人ぐらい見てたんかな、生放送で。まあそこで、まあ話題になったことについて今日はね、話していきたいんですけど、いやー、8月のアップデートか、早いねなんかさ、この間までうわー6月だ終わるよーとか言ってたのに、もう7月の半ばということで、早すぎるわで、言ってる間にもうじきね、8月のアップデートの情報出てくるでしょう。たまと2週間ぐらいでも出てくるんじゃないの、下手したらもう2週間以内かまあね、そういったところまでやってきたわけなんですが、お、ちょっと待ってね。なんだ、ちゃちゃまる、ちょうどお前ん家に行こうと思ってたんだよ。ほんまかいな突撃隣の晩ご飯みたいだな。実はバニーの耳はいらねえよ。なんでバニーの耳なんだよ、おかしいじゃねえか。明らかに俺に合わないでしょ。いくらかで買わないか。もう分かった分かった、なんぼや。じゃあさ、1120ベロ、まあ、ぼったくりでしょ、高くねまあまあまあいいよ、分かった、買ってやるよ。はいよ。しゃあねえな、バニーの耳ってお前さ、俺の家まで押しかけてきてそんなもの売り飛ばそうと思ってたんか。なんか変態みたいな、バニーの耳って。では今日はね、バニーの耳をつけながら動画撮りますか、せっかくなんで。どんな感じになる。ほほ、ちょっと待って、これやばいって、おめえこれやべえぞまあええわ、そういったところでちょっと続き話していきましょうか。まずですね、条例復活してほしいっていう声がありましたね。皆さん条例って覚えてますか。飛び盛りをね、やってた方ならご存知かもしれませんが、条例っていうものがあったんですよ。そう、役場で条例を定めることができましたね。まあなぜか今作ではリストラされてるんですが、え、なんであれリストラされたんだろうね。条例ってかなり便利だったから、いや今作でも存続するんじゃないかなと思ってたんですが、普通になくなってたからね。やっぱりさ、条例を定めることによって雑草が生えにくくなったりとか、なんかいろいろなメリットがそれぞれあるじゃん。だからね、相当使えたんだけど、なぜか今作でなくなったので、まあ、ぜひね、まあ、次回のアップデートが今後のアップデートで追加してほしいという声がございました。で、あとはね、隠し収納、皆さん隠し収納欲しいですよね。多分ね、欲しいって思ってる人結構いるんじゃないかなと思っていて、それがなんでかっていうと、今作さ、アイテムの数がめちゃくちゃ増えたじゃん。特になんか道具とか、まあさ、パッと見ですぐわかるでしょこれ。ほら、なんかはしごとか、なんかもう高飛び棒とか、なんかいろいろ増えてるじゃん。あとなんかね、硬い木材とか木の枝とか DIY の素材とかか。で、リメイクキット、マイル旅行券で、まあ柵とかね、まあいろいろ増えたわけですよ、こんな感じで。で、もう収納ボックスの数がもう決定的に足りないということで、今非常に話題になってますね。まあこれに関しては前々から言われてたけどね、今1600しか枠ないもんな。だからまあそれをね、倍にしてほしいと、まあそういった声も結構上がってましたね僕もそれに関しては思うわ、条例と各収納に関してはこれは絶対欲しい。で、あとは赤株とか、赤株って覚えてる？なんかあれも復活してほしいってあったりとか、あとはサブ島ですね。まあサブ島は恒例だよね。まあやっぱりね、集まれ動物の森発売してもうすぐ4ヶ月ということで、もう島作りもね、だんだん終わってきた人多いと思うんですよ。っていうか、ほとんどの人がもう終わってんじゃないかな。で、1回終わって2回目の島を作ってるみたいな、1回またぶっ壊して、多分そういった人が多いんじゃないかなと思ってますね。まあそういった背景もあって、まあこの機会にサブ島とかも追加コンテンツで、まあ、出ないかと、そういった話も出ておりました。まあ、サブ島はね、ほんと欲しいよな。まあ出るとしても何本ぐらいなんだろう。言っても有料コンテンツだとしても多分4000ぐらいじゃない。ちょっと待って、バッテリーが少なくなってきた、充電するか。まあ多分4000円とか3000円とか、さすがに2000円ってわけじゃないでしょ。多分3000円ぐらいだと思ってますね。うん、多分それぐらいじゃない。
で、カフェとかマイル旅行券のまとめ買いとか別荘とかツアーとかことぶきとか住民の枠を増設とか、なんかいろいろね生放送では意見が出ておりました。なんかさ、あげたらキリがないよね。けど住民の枠もね、増やしてほしいなと思う。だけどさ、住民の枠増やすんだったらそれに伴ってあれじゃない、島も広くしないと結構窮屈になりそうな感じがするけどな。今ね自分の島ってサブキャラ含めて2人しかいないんだけど、今作って8人まで住むことできるじゃん。まあ、ね、メインのキャラプラスサブキャラ含めて8人と住民プラス10人で考えたら合計18人じゃん。そう考えるとね、なかなかこの島の大きさだときついと思うんだわ。だからまあ妥当じゃないかなと思ってますけどね。それだったらなんかサブ島とかじゃなくて島の拡張性埋め立てとか埋め立てとかできるはずないと思うんだけどさ、なんかね埋め立て地とかなんかあったらいいんだけどね。まあそれはさすがに無理か。で、あとはね、ことぶきっていう話も出てたと思うんだけどさ、ことぶき結局どうなったのみたいな、生きてんのみたいな。ね、なんか発売前はなんかお墓がちらっと映ったことで、ことぶき死んだんじゃないかみたいな死亡説みたいな流れてましたが、結局ね、あれはガセだったっていう。ただね、ことぶきの存在が全くこのゲームで触れられてないから、結局どうなったのか知りたいっていう人が多いみたいで、なんか続報を待ってる方が多かったみたいですね。はい。で、あとツアーだな、ツアー。ツアーって皆さん分かりますか？飛び盛りの時になんかミニゲームみたいになったじゃん。例えばかくれんぼとか、まあその素潜りとか、ね。なんかその、なんだろう。まあ魚釣りとか虫捕りとかそういったものも含めて、まあ鉱石集めとか。なんかそういうね、ミニゲーム的な要素もあったんだけど、それがね、すべてなくなってしまったということで。え、なんであれもなくなったのっていう、リストラする必要あったので、それも復活を待望されてる方は非常に多かったですね。そう、僕もね結構ツアーの動画を昔上げていたからちょっと悲しかったかな、なくなったのは。まあ御島がなくなったからそれに伴ってなくなったと思えば、まあまあまあ仕方ないかなと思うんだけどさ、うん。で、マイル旅行券のまとめ買い、これもさめちゃくちゃみんな修正してほしいと思ってんじゃない。今のところさ、1枚1枚買わないといけないから、まあ、買わないといけないというか交換しないといけないから大変だよね。相当時間かかるよ。100枚発見しようと思ったら何分かかるんだろうな、あれ。相当かかるよな。もう30分とか下手したら40分とか、多分そんぐらいかかるんじゃないかなと思ってます。だからね、まあ10枚とか100枚とかまとめて発見できるようになってほしいと、まあ、そういった声も上がっておりました。僕もね同様の意見ですね。はい。10枚100枚ね、そういうね大きな単位で発見できれば相当助かるけどね。はい。まあそんな感じかな。あ、そうそうそう、あと別荘の話、みんな別荘って覚えてる？みんな覚えてるっていいか、そもそもそんなものあったのかって思ってる方も結構多いんじゃないかなと思っているんですが、実はね、動物の森の E プラス、そう、ゲームキューブの E プラスでは別荘があったんですよ。え、覚えてる人いるんかな。いや、中にはね、E プラス持ってても別荘を持ってない人も多かったからな、なんとも言えないわ。いや、あれも良かったよね。いや、なんか夏のアップデートでさ、なんか別荘機能が復活されて、で、そこの別荘に、まあ、合併が連れてってくれるみたいな、なんかそういった設定だったら面白いなと思っているんですが、皆さんどう思いますか？まあ、やっぱりさ、8月のアップデートで合併が復活するんじゃないかと。いうことがかなり言われているわけで、ただ今のところ役割がないじゃん。ただカッペイといえばやっぱりね海ですよね。まあタクシーとかに乗ってた時期もあったけど、やっぱり海っていう印象が強いと思うんですよ。で、今作ね、こちらの方に行くと桟橋があると思うんだよね。桟橋で、わざわざこういうね桟橋まで用意されてるからさ、うん、なのでここで、カッペイが現れて、で、なんか別荘まで連れてってくれるんじゃないかと、僕はね、ちょっと予想してますね。予想てか願望ですね。もうこれは完全に僕の個人的な願望ですよ。うわぁ、カッペイ復活してほしい、そして別荘まで連れてってほしい、みたいな感じで。ね。そんな感じだったら嬉しいんだけどね。まあどうなるんだろう。結局わからないけどさ。まあまあまあ、そういった話を先ほどはしていましたと。うん。いやけどさ、
アップデート前になると妄想が膨らむよね。何が追加されるんだろうとか。けどやっぱりさ、聞いてる話だとカッペイがやっぱ多そうだよね。まあ自分もカッペイだと思うんだけどさ、逆にさ、カッペイがこのタイミングで復活しなかったらちょっと厳しくないか。さすがに冬に復活するってことはないと思うんだよ。まあ季節は関係ないとはいえ、やっぱりその海に付随するキャラだからさ、まあ夏に復活したらちょうどいいんじゃないかなと思うけど、まあそこに関しては何とも言えないところなわけなんですよ。カッペイか。ただラコスケが先に復活したって結構意外だよね。で今までのどうもりシリーズだとどちらかというとちょい役って感じだったじゃん。なんかね、メインの固定キャラの脇役みたいな感じの位置づけだったから、結構ね復活するのが早くてびっくりしたね。まあそれに関してはレイジも同じこと言えるか。レイジとかあとはラコスケとか復活早いなっていう。あとはさ、個人的にリサちゃんと海蔵さんいたじゃん。で、見知らん猫。まあそこら辺のキャラがまあちょい役として出てきたわけなんだけどさ、これからまた再び出てくることあるのかなと思って、そこが非常に気になってますね。特にね、リサちゃんとか海蔵さんって前作の飛び出せ動物の森だと、まあ、レギュラーってほどではないけど準レギュラー級のレベルだったじゃん、結構お世話になった人多いんじゃないの。自分もねお世話になったからさ、だからまあ何らかの形で島にね、まあ、関与していくんじゃないかなと予想してんだけど、正直現時点では分からないよな。まあ、アルパーカーズが新たにできるとも考えがたいし、正直難しいところやな。あとはそういや、タヌキデパート、そう、タヌキ商店からタヌキデパートにいつなるんだみたいな声も結構出てましたね。お、何これ、え、どうした、フランスはどうした、今なんかさびっくりしてなかった、みたいな。今日は社畜さんとたくさん会えて嬉しいわ。いや、どうしたお前、暑いからってダラダラしてちゃダメよ社畜さん。こういう時こそ規則正しく生活しなきゃ。あー、規則正しい生活か。俺全然できてないな、本当に。いや、本当にできてないよ。普通に昼に起きたりするからな最近。いや、ダメだと思うわ。やっぱりさ、夜早く寝て朝早く起きる、そういう生活が理想だと思うよ。それはね、わかる。てかさ、さっきなんで驚いてたんだろう、ちょっと気になるよね。なんで驚いたしみたいな。何、俺の顔見て驚いたん、それとも俺がウサ耳つけたから驚いてたってことか。いや、それはさすがにないね。フォーチュンクッキーワゴンって外にあると部屋の中とまた印象が違って見えるわ。いや、ちょっと待って、フォーチュンクッキーワゴンでさ、部屋の中に置くものじゃなくない、多分ね外に置くもんだと思うよ。それは同じものなのに面白いと思わない、ルララ。確かにそう言われてみたらせやな。え、だけどさ、これ家に置くってなかなかないでしょ。なかなかないと思うぜ。まあいいわ。まあそういったところでね、話がまたまた戻ってしまうんですがね、アップデートほんと楽しみだな。お、ジャック、うふふ、そんなに求められるとなんだか嬉しいよ。キリ、安心きたよ。空を見上げてごらん、シャチクくん。七色に輝く虹だよ。そうそうそう、さっきまで雨降ってたからね。そう、雨が上がった後に結構な確率で虹ができますからね。結構な確率っていうか、確定なのか、あれはね。虹綺麗だよな、ほんと。あとさ、たまに二重に虹がかかったりするもんね。ねえ、ジャック。あ、そういやさ、ジャックで思い出したわ、新住民もそのうち追加されそうだけど、え、最新作でさ8匹しか追加されないみたいなことありえないよね、普通に考えたら。多分ね、もうちょっといるんじゃないかなと思っていて、多分発売から1年とか経ったらまた追加で来るんじゃないかなと予想してますね。まあそこまで多くは来ないと思うけど、まあ10匹20匹とか多分そんぐらい来るんじゃない。てか8匹って少なすぎないか、今作。いや、今までのシリーズを振り返ると少ないよね。なんかさ、今作ってあれだよな、なんかところどころボリュームが削られてるっていうか、まあ、あえてこうしてるのかもしれないけどね、 E プラスとか飛び盛りの時の方がもうちょっとあったんじゃないと思うよね。まあその代わりに島クリエイターとかが増えたと思うと、まあ、すごく大きいと思うんだけどさ、島の自由度とか。ただそれと引き換えに様々な機能が削減されたのはちょっと納得いかないなというところもありますよね。はい、まあそういったお話でした。長々と話してしまったんですが、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。あとはですね、
離島ガチャ生放送も最近ね、ちょっと夜遅くになってしまうんですが、22時から23時ぐらいの間にスタートしていることが多いので、もしよろしければそちらの方も遊びに来ていただければ幸いです。今ね、クリスティーヌを狙っています。そうなんだよな、先月フランソを勧誘したから、やっぱりね、フランソは勧誘したらクリスティーヌを勧誘したくなるじゃん。なので今ね、クリスティーヌ狙いで、離島ガチャ頑張っているところですね。はい、2人にケケアイドルを歌わしたいと思ってます。いやー、いつになったら勧誘できるんだろう。いやー、もうね、2週間以上ねクリスティーヌ狙ってるんだわ。ただ未だに出ないからな、ほんときついわ。はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきます。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録をして、これからも生放送と動画見てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。